はい、始まりました。石門ジャップ TV から2023年シーズン京都産が FC の戦力再チェックのお時間でございます。というのも先月1月20日時点で京都産が FC のですね、2023年シーズンの戦力チェックの方を行いましたが、その時点ではまだ去就が決まっていない選手がちらほらおり、その決まっていない選手たちがですね、続々と契約更新や移籍先のが決まりましたので、それに基づきですね、2023年シーズンの京都産が FC の陣容は揃ったということで、戦力の方ですね、復習の方をしていきたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお使いいただけると嬉しく思います。ここでまず2023年シーズンに向けたインアウトの選手の一覧の方を見ていきますと、まず大前元気選手の移籍先がついに決定しました。社会人リーグ一部のね、南葛 SC ということで、まだねこの選手だと J2 でもできるだろうと思いながらも、それなりに年俸がねかかる選手だと思いますので、そこで、ね、獲得をね、見送った、チームはね多数いたと思うんですが、そんな大前元気選手といえばね、サンガの中でもね一番の実績を誇る、日本人選手だと思いますし、その中でもねその実績のに恥じない活躍、昨シーズンに関しましては13試合出場し2ゴールは1アシストでありましたが、それ以上にね非常に大きいインパクトを残した印象があり、ルヴァンカップにおいてはね、サンガ史上初のねルヴァンカップのグループステージ突破に導いてくれた、その決勝団、柏戦の決勝団は本当に落ち着いてて、そしてサポーター目線の私からするともしびれましたし、またリーグ戦においては、夏場宇高選手がね不調時だった時に代わってこの大前元気選手がね2試合連続同点弾を叩き込むゴールに関しまして、本当にチームを窮地から救ってくれたと思います。結構夏場ねコロナの関係でですね2度中断、あってチームとしても苦しい状況だったんですけど、この大前元気選手の同点弾の数々によってですね本当救われましたし、特にガンバ大阪戦の PK 弾に関しましては非常にプレッシャーがかかるロスタイムの場面でもね落ち着いた PK 弾を叩き込んでくれましたし、また、広島戦においてもね、もうかつてのね入れ替え戦の2007年から遡ると、15年前ですか、15年前の高田選手のヘディング弾をね彷彿とさせるような同点弾を叩き込んで、チームをまた窮地から救ってくれましたし、また何よりもね大前元気選手の持ち味であるキック、コーナーキックからのねアシストも、浦和レッズ戦竹富選手へのアシストも成し遂げておりましたし、それなりにできる仕事はねもう本当にしてくれたと思います。ただ、稼働率の部分でねどうしても J1 リーグ戦いに行く上ではね、25人というA 契約の枠もございますね。そこで稼働率の部分で、もしかしたら契約満了になったのかもしれませんが、ただ、数字以上のねインパクトを残してくれましたし、大前先生と言われるゆえんのですね活躍はしてくれたということで、本当にありがとうございました。そして南葛 SC での活躍を本当期待しております。でそして一方インの選手に関しては特に変わりはないんですけども、何よりも契約更新の選手ですね、飯田貴博選手とイスマイラ選手の契約更新がついに発表となりました。これによってね A 契約の枠がおそらく25枠、決まりましたので、マルティノス選手とメンデス選手が唯一まだ去就が決まっていない状況ではあるんですが、A 契約のことを考えると、この2選手はおそらく対談というのが、もうほぼほぼ確実だと思います。そこでですね契約更新となった飯田選手に関して言及していきますと、昨シーズンはね6試合出場というねちょっと物足りない結果で、その2021年 J1 昇格に導いた年に関しましては36試合出場1ゴール5アシストと、副キャプテンにねふさわしい活躍を成し遂げてくれて、高速クロスに推進力のあるね上下動の動き、そして切り替えの速度のね激しさに関しても、京都を J1 昇格に導いた要因としても飯田選手の貢献度は高かったと思います。ただ集中力の部分がね唯一の飯田選手の少し欠けている部分があって、そこがね影響しているかわからないんですけども、何よりも2022年シーズンは白井選手がねもうマジでチートすぎましたので、その白井選手の陰に隠れる形でですね飯田選手にベンチに追いられた次第なんですが、ただ飯田選手はね、4バックでも3バックでも、できる選手で、かつ4バックにおいても正直センターバックでもできるぐらい飯田選手のスピードと対人能力のね強さっていうのは売りでもありますから、そういった意味でこの契約更新はマジで大きかったと思います。そして次もう一人の駅役更新イスマイラ選手に関しましては、昨シーズンは J1 の舞台で10試合出場0ゴールと、初の J1 の舞台ですね、非常に苦しんでいた印象があったんですが、何よりも天皇杯ですね、
栃木戦のロスタイム突入間際の決勝弾と、あとは広島戦、これもロスタイム突入間際のですね同点弾で、本当にサポーターを熱くしてくれたと思います。イスマイル選手といえばね、本当にもうナイジェリア人選手らしくですね、身体能力を生かした五分五分の五分をマイボールにするね、あの推進力っていうのは他の選手にはない、ね、武器だと思いますので、それをね生かしてっていうところで J1 リーグにおいては、そこまで通用しなかったんですけども、ただね今シーズンからねピーター・ウタカ選手、大先輩のね同郷のピーター・ウタカ選手が退団となりますから、ウタカ選手が退団になったら、イスマイル選手としては逆に伸び伸びできるんじゃないかなと、というのもやっぱりこれ会社とかに例えるとなんですけども、自分と同じですね境遇の、境遇の先輩が、仮に、自分がですね企画部門、営業部門にいて、その営業部門での活躍を経て企画部門に移動、それが先に同じように先輩が同じように成し遂げて、それをまた自分が追うような形になった時って結構やりづらさあったと思うんですよ。なんでイスマイラ選手としても、その、他チームでの活躍が認められて京都産が FC に移籍した、これは宇高選手としかりで、しかも同郷という形で比べられるところもあると思いますし、また一回り以上ね、かなり上の先輩でもございますので、ピーター・ウタカ選手確か14歳差ぐらいあったと思いますので、そういった意味でもね、伸び伸びしづらい環境というのは少なからずあったと思いますので、ピーター・ウタカ選手がいない中でね、イスマイラ選手が、どういう風に、ね、気持ちを爆発させるのかも含めてですね、非常に楽しみですし、何よりもね、そのルヴァンカップと天皇杯での得点もそうなんですが、リーグ戦においても、個人的に成長した部分を感じてて、特にアウェーの川崎フロンターレ戦に関しては、その最後ね、パウリーニョ選手の得点に至った時の縦へのくさびへのね、ポストプレーからの、ポストプレーからまた再度ボールが来た時は、相手の選手を引きつけながらの、そのまた、ボールを離して、そしてそこからのゴール前のね、ダッシュ等を含めて、結構イスマイラ選手のね、成長を感じた部分っていうのも非常にこの川崎戦、アウェイの川崎戦でございましたので、まだまだやっぱイスマイラ選手にはロマンがあるというところで、ね、期待せずにはいられないので、ウタカ選手がね、いない、もうシーズン2023年シーズン、ちょっとね気持ちをねもうよりやりやすさはおそらくこれは結構出てくると思いますので、イスマイラ選手の活躍には期待したいとともに、パトリック選手や木下選手、一見選手、木村選手とね非常に争う相手は多いんですけども、そんな中でもイスマイラ選手が違いを見せる活躍をですね非常に期待したいところでございます。以上、直近去就が決まった選手たちを言及したところで、次、今シーズンの背番号を、ね、改めてまた一度おさらいしていきますと、飯田選手がね、もともとつけていた背番号2番をそのまま継続という形で、あとは、イスマイラ選手が昨シーズンの39番の背番号を、今シーズンから加入した平戸選手がつけておりますので、押し出される形でこの背番号99、この背番号99といえばね、ヴァンフォーレ甲府に移籍したピーター・ウタカ選手もつけている背番号でもございますから、その同郷の、ね、大先輩にですね負けじとという形でつけたんであろうこの背番号99番、このねピーター・ウタカ選手にですね負けないこの活躍及びね実績を残すことを期待したくなるこの背番号99番。いや本当にこの背番号99番になってくるとね、背番号99番結構ねユニフォーム買うときに選択したくなるような番号であり、かつねイスマイラ選手でもございますから、これがねユニフォームのね、リリースが発表された直後だったらね、僕おそらくイスマイラ選手の99番を買うのにと思いながらも、もう背番号なしでね、購入してしまっただけに非常に惜しいです。以上、飯田選手とイスマイラ選手の背番号をチェックしたところで、次2023年シーズンのサンガの選手、加入した選手および契約更新した選手も含めたですね陣容チェックの方をですね改めて再チェックしていきたいと思います。前回取り上げた1月20日時点でので、ね、情報に関しましては35名体制、飯田選手とイスマイラ選手が契約更新になっていなかった時点でのですねこの2023年シーズンの体制のチェックの方を行っており、そちらに関してもですね、注目選手であったりとかスタメン予想の方も行っておりますね。そちらの動画もですね合わせてこのリンクの方に概要欄の方にリンクの方も貼っておりますので、合わせてチェックいただけると嬉しく思います。ということで早速35名体制となったところで再チェックになるんですが、フォワードの陣容がですねイスマイラ選手を加えたとなると、このフォワード、純粋な前線のフォワードとして担いそうな選手として、宮吉選手、豊川選手、山崎選手、イスマイラ選手、木村雄大選手、木下選手、パトリック選手、一味選手と、これで8人ですね。いやこれは本当にやっぱり抜けたね、ピーター・ウタカ選手の補填をするにはね、それだけ選手を獲得しないと補填しきれないっていうことを証明するぐらい、ウタカ選手の、ね、偉大さを感じさせる、この陣容で、またアタッカーに関しましてはね、パウリーニョ・ボイヤ選手の契約更新は大きいですし、山田選手もねより覚醒することを期待しつつ、あとは平戸選手の加入であったりと、ここあたりは新しい、ね、違いを作り出せるラインナップが揃ったのは非常に面白いと思います。
そしてまた中盤の選手、まあ、主に 4-3-3 のその真ん中の3枚に関しましては、まあ、福岡選手、川崎選手、松田選手、武田選手、三沢選手、金子選手と、まあ、揃いに揃ってですね契約更新をしてくれたということもありますね。ここの継続路線は、まあ、当然になってくるのかなと思います。よく選手も川崎選手、武田選手本当に残してくれたと思います。でまたアクセルに関しましては本当に駒が揃いました。まあ、荻原選手のね対談は非常に痛いところではあるんですけども、まあ、サイドバックもセンターバックも担えそうな、飯田選手およびあとは三沢選手の存在がいるのは非常に、心強いですし、あとはディフェンスラインに関しましては、まあ、メンデス選手は抜けましたけども、まあ、イオハ・オサム・ヘンリー選手を獲得するなど、ここあたりは、まあ、ほぼメンバーの手こ入れはなしというところで、まあ、昨シーズンね、まあ、38失点と、まあ、J1 に昇格して初年度のチームにしてはね合格点を与えてもいいぐらいのね堅守を誇っておりましたから、ここあたりの陣容がそこまで変わらないのは納得であります。でまた合わせてゴールキーパーですね、まあ、ここはね改めまして本当にマイケル・ウッド選手とバーネル・ハーン選手のね、まあ、助っ人外国人選手2人をね組み込むあたりはこれまで史上ね参加史上にはないゴールキーパーのラインナップとなっておりますので、まあ、開幕のスタメン争いが、まあ、昨シーズンとですねまた同じく、まあ、上久本選手とね結構サプライズなね人選でもございましたから、これがね誰になるのか本当に読めません。そしてまた一番肝心なこの A 契約に関してですけども、まあ、前回の動画に関しましては25枠中22枠、まあ、八田選手とあとはユース出身の選手を含めた9人の選手がホームグロウン枠によってですね結果22枠になると伝えておりましたが、ここはすいません、大変失礼しました、訂正いたします。八田選手に関しましてはホームグロウンの要件は満たしそうなんですが、まあ、プロ入りした直後はねホームグロウンの要件に属しているわけではなかったので、途中からねホームグロン制度適用されるというわけでおそらくなさそうなので、八田選手に関してはおそらく A 契約だと思われます。なので、ね、今回の陣容でいうと、まあ、35名選手いますけども、ユース出身の選手に関しましては8名、その選手の A 契約に関しましては省くと考えると、まあ、27名今選手の方が考えられるんですけど、27人のうち、大卒で入ってきて福田選手と木村雄大選手に関しましては、まあ、C 契約状態になりますので、これでね25枠がもう完全に揃ったというところで、まあ、飯田選手とイスマイラ選手の契約更新によってもうこの25枠の A 契約が、まあ、フルで活用している状況となっております。まあ、前回誤ったですね情報の提供大変失礼いたしました。そして最後にこの改めてこの陣容をですねチェックしていくと、まあ、特に気になるのがやっぱり飯田選手が契約更新してくれたことによって、まあ、3バック編成でいくのか、まあ、4バック編成にするのかっていうのが本当に読めなくなりました。またイスマイラ選手に関してもね主に前線でのねトップが運用としてされると思われる中で、まあ、スタメン予想の方ですね、前回の方でも取り上げ前回の動画でも取り上げさせていただきましたが、今回でもね改めて取り上げていきますと、特にメンバー編成はもう変わりはないです。まあ、飯田選手とイスマイラ選手が契約更新したからといって、まあ、開幕のスタメンの座につくかって言われたら、そこはそうじゃないのかなと。おそらく飯田選手は、まあ、右のアクセルで白井選手と、まあ、スタメン争いをするという状況になると思いますし、またイスマイラ選手に関しましてはパトリック選手とですねスタメン争いをするといった形になると思いますので、ここあたりのスタメンは、まあ、ゴールキーパーはマイケル・ウッド選手で、アクセルに関しましては右から白井選手、左は三沢選手、そしてセンターバックに関しましては浅田選手と井上選手は非常に硬いと思われ、中盤に関しましては、まあ、アンカーは川崎選手、インテリオールには武田選手で、もう一人のインテリオールに関しましては、これは非常に悩むところ、まあ、福岡選手の説もね非常に考えられそうなんですが、ここは、まあ、長期で監督の信頼感が非常に厚い松田天馬選手を抜擢させていただきました。そして次最後に3トップですが、これは本当に悩みました。まあ、右から豊川選手、パトリック選手、平戸選手と、まあ、いろんなねパターンが考えられそうな中で、私はこの3人を挙げさせていただきました。まあ、イスマイラ選手がね契約更新したとはいえですね、まあ、パトリック選手、木下選手、山崎選手、それでまたね宮吉選手とね争う選手も非常に多いですから、ひとまずはこの3人で挙げさせていただいておりますが、まあ、前線のねフォワードの選手はもう8人、そしてアタッカーの選手もね、まあ、非常に豊富なラインナップが揃っていることから、この前線の3人に関しましてはマジで読めないので、まあ、そこはねぜひ2月4日の鳥取戦、2023年シーズンのね新生サンガのベールを脱ぐ時でもございますから、それをね楽しみにここらで終わっていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石文字アップ TV でした。